小坂直義です。今、南相馬に向かって走ってるんですが、雪ですね。でまだここまでは走れんですが、チェーン規制が入ってて、チェーンを買ってきていない。いない。大体チェーンを買ってもですね、チェーンをつけるのが嫌なもんだから、買ってきてないですね。チェーンアトリエにあるんですか？チェーンアトリエにあるんですか？でもそれこの車かどうかっていうのは分かんない、あれブルーバードじゃないですか昔の。そうなんですか、うん、最悪じゃないですか。そう、綺麗ですよね。でも雪雪の中走るっていうのもね、高速を雪の中走るっていうのも初めての経験で綺麗だなと思って。初めてなんですか？そうですね。まあ、雪の中は走ったことありますけど、雪の高速道路ってのは初めてですよ。怖いですよね、スリップすると大変だから。本当になんか雪ですよね。まあ何でも美しいもの好きだから。というわけで無事に着くかどうか、もうこの辺で下に降りてですね、温泉に入ろうって話もあるんですけど。温泉がいいですよ。温泉がいいですね。もうなった。下り坂危ないですね、速度注意。まあというわけで、まあなかなか南相馬まで行くのも大変ですよね。そうですね。今回が一番大変じゃないですかね。うん、僕全然寝てないですしね。かわいそうですよね。まあ、あの3月11日に、南相馬のその、復活のとこのある集会場でコンサートをやる、これをこういう企画を誰が立てたっていうのもないですけども谷川、はい、あの健作さん、 あそこ綺麗、うん、まあでも天気悪いから逆にあの狭い中で演奏というのでライブ感覚あふれるのではないかと。そうですね、うん、迫力ある演奏が期待されます。はい、はい、以上でありました。はい、お疲れ様です。